こんにちは、野本です。今日はマルチバース宇宙論の話をしていきたいと思います。今日はですね、もうこちらにお顔が見えているかと思うんですけれども、非常にスペシャルな回になっておりまして、このマルチバース宇宙論入門というあの素敵な本の作者でもあられる野村康則さんにお越しいただいております。なのでちょっと野村さんの紹介を先にさせていただきたいと思います。まずあの理論物理学者ですね。で、現在はカリフォルニア大学バークレー校の教授であられます。他にもあのいろんなところを兼任されて、あの非常に華麗な経歴をお持ちなんですけれども、主要な研究領域が素粒子物理学、量子重力理論、宇宙論というところで、これはですね、きっともうあの私もなんですけれども、私のこの動画を見てくださっている方にとってもですね、垂涎もののところじゃないかなというふうに思います。なんで私も今日ちょっとよだれが出るのを我慢しながらですね、楽しみにお話を聞いていきたいと思います。で、基本的にはですね、このマルチバース宇宙論入門というあのすごい素敵な本がありまして、この本の内容に沿ってですね、あの野村さんにお話を聞いていこうという非常に贅沢な企画になっております。で、この本はですね、私もここ 1,2 ヶ月ずっとこれあの読み込んでいて、とてもあのワクワクしながら読んでるんですけども、あの素晴らしいですね。なんで皆さんもぜひこれ見てくださいと思うんですけども、あのマルチバース宇宙論入門という題名の通り、すごくこうあの基礎的なところを優しく教えてくださってるんですけど、めちゃくちゃなんだろう、深い内容がこうなんとこの薄さにまとまってるっていう、あの奇跡のような本だなと思ってるんですけども、ちなみにこれがですね、読書大全という本の中でも紹介されていて、今やあの世界のビジネスリーダーもですね、この本を読むんだという感じになっているというところで、野村さん今日はよろしくお願いします。なんかよろしくお願いします。あの一言何かあればと思いますが、いかがでしょうか。あ、いや、どうもお呼びいたします。本当よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとこのあれですね、あの2人でお話をしながらというのが初めての企画になってまして、ちょっとグダグダするかもしれないんですけども、あのなんだろう、でもこの楽しいお話をワクワクしながらやっていこうというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。で、早速ですけども、あのコンテンツとしてはこんな感じになっててですね、あの非常に盛りだくさんなんで、どうなるか分からないんですけども、まあ、あの現代の宇宙論から始まり、マルチバース宇宙論のところをぐーっと入っていって、最後まとめるっていう、あのこんな感じで進めさせていただけたらと思っております。よろしくお願いします。で、早速、あの現代の宇宙論というところですね、まあ、なんかあの今の私たちが住んでるこの宇宙っていうのは、まあ、この今、大体いつも NASA からお借りしてくるんですけど、この図でざっくり全体感が分かるのかなと思っているんですけれども、あのどうでしょうか、どうでしょうか。あ、そうですね、これ、こういう感じですね。あのさんよく知っているように、宇宙こうあの膨張していってっていう、その膨張していって銀河とかどんどん出てくる、できるんですけど、その初期の段階で、あのという状態があったんじゃないかと言われてて、その膨張もものすごいスピードで膨張して、今も膨張してるんですけど、桁の違うというか、ものすごい速いスピードですね、速いスピードの膨張をして、それによって宇宙が引き伸ばされて、ちょっと後出てくるのかもしれないですけど、平らに、宇宙が平らに見えるようになって、でそこからそのインフレーションで作られたネタ、あの揺らぎって言うんですけど、そのネタがどんどん成長して銀河なんか出てくるっていうのも、もう相当よく分かってて、計算なんかすると今の銀河はちょうど観測したように出てくるので、本当に宇宙の相当初期の段階まで、あの大まかなことは分かってるっていう感じになってますね。そうですね、あのこの本の中にもあれですね、インフレーション宇宙と、この、ここで出てるあのアフターグローライトパターンってやつですかね、宇宙の晴れ上がりの時の光、がものすごい精度で一致してるっていう、このグラフですかね。そうですね、それは、はい、おそらく、まあ、段階的に良くなってきて、観測が、まあ最初はアメリカ の観測だったんですけど、うん、から NASA がやってヨーロッパもやって、もう非常にうまくなってますね、うん、ありがとうございます。で、ちょっとあれですね、ビッグバン理論というのが大体今あの標準として考えられているかと思うんですけども、先ほどちょっとおっしゃっていただいたこのビッグバン宇宙に残された謎っていうところで、この一様性と平坦性っていうのがあるという感じ。あ、そうですね、ビッグバンっていうのはあの今宇宙膨張しているので、あのどんどん膨張すると密度も低くなってくるので、温度とかも下がってるんですね。で、今はだいたい絶対 2.7 度ぐらいって言われてるんですけど、ということはマイナス摂氏でマイナス270度前後なんですけども、でどんどん温度今でも下がり続けているって膨張してるんですけど、だから逆に言うと時間を遡っていくと、昔はもっと温度が非常に高かったはずで、濃度、あの密度ものすごい高いピカピカの宇宙で光り輝いて、それでビッグバン、ね、でそれがどん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 こう膨張して、あのどんどん薄まっていって、まあ、熱い火の玉みたいなところからどんどん下がっていってると。でところがそのビッグバンのモデルみたいなの書いてやると、そのビッグバンがうまくいくためには、もともと宇宙ってものすごいこう平らじゃなきゃいけなかった。平らってどういうことかっていうと、三角形を3点を、そうですね、うん、
一番短い距離で結んで三角形を描くと内角180度になる。それは当たり前に思うかもしれないですけど、実は当たり前じゃなくて、平面で考えればよく分かって、球面なんかで3点取って、近いところ結んでやると、緯度と経度なんかで結んでやると、明らかに180度から広がって、太った形、パッとトライアングルになるので、で、そういうことは実は2次元面じゃなくて3次元でも起こり得て、一般にはそれが全然180度になる理由は特にないんですよね、数学的に。ところが、どうもほとんど180度なわけです。で、それビッグバン理論では説明できないというか、逆にそういう曲率って言うんですけど、その曲がりがビッグバンだとどんどん大きくなってちゃうんです。だから最後まで180度ぐらいなので、ものすごい平らだったんです。宇宙の始まりにはものすごい平らじゃなきゃいけなくて、で、そうするとそれの理由が欲しいというのの一つの理論がインフレーション理論。インフレーション理論を仮定すると、それが説明できる。すごい小さいところから一気にこう広がったので、今こう私たちが見て平坦だって思っているところが、実はその昔にはすごい極微の領域でしかなかったっていう。そうです、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 そういうことです、そういうことです。だからものすごい距離広がって、むちゃくちゃでかくなっちゃったので、例えばこう1秒の何分の何分、ものすごい小さい秒数というか、ものすごい小さい時間で原子ぐらいの大きさが今の全宇宙ぐらいに、広がるっていうクレイジーな広がり方をしているので、今僕らが全宇宙って見てたのは昔はすごい小さいところで、とするとほとんど平らに見えるんですよ。で、例えばこれ地球の表面と一緒で、地球の表面ってさっきも見たように、もちろん大三角形描くと180度にならないですけど、地面に描いたぐらいの三角形描くとほぼ180度になりますね。で、それはものすごい小さいところを見ていると、全体でこのぐらい曲がってるので、ちっちゃいところで曲がってる方が全然わからないんですよ。だからそれと全く同じことが起こって、宇宙、僕らが全宇宙って言ってるのはものすごい小さい領域、だから本当は全宇宙が曲がってようが何してようが、僕らが見てるサイズではもう完全に平坦に見えるっていう、そういうこと で、このインフレーション理論っていうのは、インフレーションをしてる間っていうのは実はこう温度はまあゼロなんですね、まあ、ある意味でしょう。だからビッグバン理論っていうのは宇宙は火の玉から始まったっていうけど、実は理論ではそうじゃなくて、そのインフレーションしてる間は温度はほとんどゼロで、ブワーッと指数関数的に広がってるんですけど、広がっていて、その広がってる時に使われたエネルギーが後で熱に変換されるんです。それが熱に変換されてインフレーションが終わって、その変換された時にその熱でブワーッと宇宙が温まって、そっから今冷えてる。だからインフレーション理論と矛盾してるんじゃなくて、インフレーション理論っていうのはインフレーションが起こった後に、そのインフレーションのエネルギーが熱に変換されて宇宙が温まって、そこから僕らがビッグバン理論って言ってたのに接続して、そのまま行くんだという理論です。だからこの異なる理論じゃないんですね。よくインフレーション理論とビッグバン理論がどっちかというような、そうではないんですね。インフレーションというのがあって、ビッグバンなんだろう、ちゃんと矛盾せずに成り立ってるっていう。そうです、ビッグバンにつながっていくっていう。だからインフレーション理論はビッグバンよりさらに、初期のやったということですね。ありがとうございます。こんな短い時間です。10のマイナス38秒。これ0000ですよね。0で0026ぐらいあって、1秒後ぐらいの話をしているので、すごいことですね。すごいですね。ちょっとなかなか想像できないぐらいの時間ですけれども。僕もできないですね。で、これですね。で、じゃあなんでその急膨張というか、その急激なインフレーションというのが起きたんでしょうかっていうところを、この本の中でも書いてくださってるんですけど、これを理解するためには、真空エネルギーという概念っていうんですか、これ、真空エネルギーというものをしっかり理解しておくといいのかなと思ってですね、この図を出させていただきました。これはこの5本から、この図そのままいただいてきております。真空エネルギーというのから、いらたいてきただけなんですけどね。これ真空エネルギーっていうと、なかなかこう一般的には想像しづらいものかなというふうにも思うんですけれども、多分ね、物理学者の皆さんには割とファミリアというか、まあ、当たり前になっているのかなと思うんですが。そうですね、当たり前になっているのは慣れているからだけで、別に深くはわけではないんですけど、まあ、概念としては真空って何かっていうと、物理で真空って言った時には何もない状態っていう意味なんですけど、本当にない意味というよりは、その物質を取っていく、例えばここに机があったりドアがあったり、それを全部ちょっとなくしていったとすると、その全部がなくなった空間のことを言うんですね、それ真空で。全部がなくなっても空間はあるので、その空間自体がエネルギーを持つということもできるっていうのが、アインシュタインの一般相対性理論を言っていると分かるので、真空エネルギーっていうのは、物、いわゆる僕らは普通に物だと思っているものを、僕自身とかドアとか部屋とか家とか、そういうものを全部取っていったときに、それでも残っているエネルギー、だから空間のエネルギーっていう方が多分、フィットすると思うんですよね。
考え方と真空エネルギーというのがものすごいものになってくる。空間自体がエネルギーを持っていると。うんうんうん、そのエネルギーっていうのは、重力っていうのはエネルギーに反応するんですね。重力は一応質量に反応するっていうのは皆さん、分かってると思うんですけど、E=MC 以上で、相対性理論では質量とエネルギー一緒なので、重力っていうのはエネルギーに反応するので、空間自体がエネルギー持ってると、その重力効果っていうのはそのエネルギーの値によって違う振る舞いをするんです。で、それが、まあ、この話ですね。うんうんうん、エネルギーが正だと、時空っていうのはこうゴーンと、さっき言ったインフレーションみたいなのが起こるような、反応をするんです。で、それが負だと逆にこう縮める方向に働くと、まあ、そういうことなんですね。これがその相対性理論のところで計算できるっていう話。そうですね。だからなんで真空エネルギーは正だと膨張で負だとクランチなのは、まあちょっとよくなんでそうなっているのか、式解いたらそうなっているぐらいしかないですけど、この式っていうのが本当によく宇宙を表しているっていう感じなのかなと思います。まあでも正と負をこうやって定義するって言えばいいのかもしれない。エネルギーの正と負っていうのは、まあでもちょっと説明難しいので省略します。まあ数学的には正の場合は膨張の方向だっていう。そうです。はい、でこれをもってして、じゃあインフレーションの時ってどうだったかっていうと、よくこの図で説明されているとですけど、はい、これは、私たちの宇宙の話ですね。あ、そうです、そうです。時に今普通にインフレーションって言ったときは、後にもインフレーションって出てくるかもしれないんですけど、うん、とかインフレーションっていうのはこういう宇宙が加速的に膨張するという現象の名前なので、それはが例えば2回起こったとしたら、で今も実は加速膨張してるんです、うん。だから今の膨張もインフレーションと言えば言えなくもないんです。そういうふうに言わないんですけど、大体インフレーションって宇宙の昔に起こったインフレーションというんですけど、現象の名前なので、我々の宇宙の実は外側でもインフレーション起こってるんじゃないかっていうのは後で言うんですけど、ここで言ってるインフレーションは我々の宇宙の初期にさっき言った10のマイナス30秒秒とか20秒秒に起こった特定のインフレーションの話です。それはこういうふうに起こると思われてて、でそのインフレーションって終わってビッグバンになるわけなので、実は正の真空のエネルギーって言って、実はこの図自体が何を書いてるかっていうのをちょっと説明しないとあれだと思うんですけど、これは横軸をの値っていうのにとって、縦軸がエネルギー密度なんです。はい、空間のエネルギー密度。で、空間のエネルギー密度っていうのは、その場、だから全部物を取り去った後も、なんか場っていうものがあるっていうのが物理学の説でして、その場っていうのの値が変わると、エネルギーも変わりうるっていう、その関数を書いてるんですね。この場の値って、場ってなんか一番身近にあるのが電磁場とかだと分かりやすいんですけど、そうです、そうです、電磁場とかもこの場の値っていうのと同じように捉えたらいい。そうです、そうです、そうです。場っていうのは実は粒子って僕ら言っていますけど、その今現代物理学の理論の中心になっている場の量子論っていうのでは、実は場というものなんですね。で電磁場も場 で逆に電磁場、場っていうのがずっと、場というのはなんかもう値ですね。空間の一点一点に関数として値があると。で、まあ、電磁気のよくこう、なせんとか書きますね。場が空間にあると。で、それを量子力学でもって記述しようとすると、そういう場が揺らいだりもできるので、この揺らぎを粒子、粒子のように振る舞うんですね。その揺らぎが、揺らぎがこう動いていって、ぶつかって、別の方向に揺らぎがいってみたいな、その粒子に振る舞うので、で電磁場の場合は対応する、この揺らぎに対応する粒子は、光子というフォトンという光というのは実は電磁場の揺らぎに他ならないんですね。で、例えばだから粒子と場っていうのは一対一対応してて、例えば今、電子僕らあるんですけど、電子って実は電磁場で、で、それ揺らいでるのが僕らが電子と言ってるやつなんです。値全体がこう揺らぐと粒子と見えるんですけど、全体がその底上げが変わると、書いた、横軸に書いたのはこれです。この全体の。だから電子と。非常に分かりやすい。そうです。そうです。底上げがずれると、その底が、全体の空間のエネルギーはもちろん変わるので、それで、なんですよね。底上げの値が変わると、こう、エネルギー値が変わると。はい、で、真空って言ってるような感じなのは、これをやるときには、その揺らぎは無視してるので、だから粒子があっても、実は場自体はあるので、粒子がこう、バンプ、になることなので、こう、バンプがなくても場自体はあるから、場自体全体が変わっていくと、空間のエネルギー変わるので、こういう感じで、でインフレーションの時はこの空間のそのエネルギーの値がちょっと ちょっとあったってことですね。そうですね。そうなんです。で、先ほど言ったようにその真空のこう一番低いところ、この場の値というのは、これを
こう普通の坂だと思った時に転がる、ボールが転がるような動きをするんですね。それは、運動方程式のとことわかるんですけど、まあだから直感的に、まあそうやって直感的に分かるようにするために作った図なんですけど、エネルギーが、場の値がこうエネルギーがこうなっているとすると、場の値ってこうやってこうやってこうやって変わっていくんですね。うん、本当に球をこうにパッと離したような動きをすると。だから場の値全体がこう動いているような感じですね。うんうんうん、こういう絵を描きますけど、場の値が大きく小さく大きくなっているのは実はこれを言ってるわけですね。で、それに応じてエネルギーが、そうです、全体の場が。で、それに応じてエネルギーが下がって上がって下がって上がって下がって上がってしてますよという真空のエネルギーみたいなのが。で、この時に、なんで平らになるかっていうと、インフレーションっていうのは、ほとんど平らだと、動いてないのと、エネルギーの値変わらないので、トップが非常に緩いと、長い間エネルギーの値がずっとこう、正のまま一定に見えますよね。だからそれはさっき言ったこの、一番下でエネルギーが正になっているのと同じような振る舞いをするわけですよ。だからここをゆっくりコロ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 転がってある間は、指数関数的にボーンと、うん、どんどんどん、これが宇宙の始めに起こった、うん、そうです。ただこの場合こういうふうになっていると、ここがで終わると、うん、もうずっとこの一定で高い位置にいるわけじゃないので、こう振動し始めちゃうんですね。で、振動し始めちゃうとこうブルブルブル動いてるわけだから、真空のエネルギーがずっと大きいっていうようなレスポンスじゃなくて、どういうレスポンスなのかっていうと、実はこうやって振動しちゃうと、こういうのがぐらぐら言い出して、粒子に入っちゃうんですね。で、そうすると、どんどんこいつ自身が、こう、まあ、揺らぎ出して、ガチャガチャ出して、そうすると、今度は粒子がいっぱいあるというふうに見える状態に変わっていくんです。で、粒子がいっぱいあって、いっぱい早く動いてるっていうのはまさしく高温の状態で、で、それは僕らとしての認識は、場の記述から粒子がいっぱいあって、ものすごい高温で、ガチャガチャになってるっていう感じの宇宙。うんうん、変換されて、で、そこから冷えていくっていうのがビッグバン、いわゆるビッグバン宇宙の始まりになる。なんで、この図で言うと、このインフレーションっていう時は、その場の値がずっと高くて、どん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 空間が膨張してきてるっていうのはここで、そこからこう落ちる、場の値が、場の値じゃない、エネルギーがこう落ちた時に、そうですね、揺らぎ始めて、ここ のエネルギー差の分が熱に変わるっていう。そうです、そうです。うん、その通りです。ここがそのめちゃくちゃ揺らぐんで、ここからその熱を持ってして、どんどんこの粒子が生まれていくっていう。そうです。そうです、うん。こうゆっくり来て場があって、こうなるっていうか、場の動きとしては、ずっと高いというか、あのあたりでゆっくりゆっくり動いてきたのが、最後、ブオーンとこう、うん、こうなりまして、うん、この、で、こんなことやってると、こう、だんだんこう、ぐちゃぐちゃになってくるので、ちょっとした揺らぎが増幅しちゃうので、そうするとさっき言ったような場がこう、バンピーになってるのは、それを粒子っていうふうに見なすという、うん、それが粒子なので、いわゆる粒子なので、粒子に変わっちゃうんですね。はいはい。それが、ビッグバンって言っていいんですか？そうです、ビッグバンの始まり、うんうん、こうそれ以前は温度っていう概念、粒子しかないのでないんですよ。そこから皆さん多分よく知ってるストーリーで、その宇宙が始まってどんどん冷えてきたっていう風になる、うんうん、この前の段階のこの指数関数的な膨張の段階に、宇宙はさっき言ったようなメカニズムですでに平らになっちゃってるから、ビッグバンが始まった時にはすでに平らだということを保証する宇宙論になってるんですね。ビッグバンが始まった時にはすでに平らだ、すでに宇宙は平らで極率は、うん、だからビッグバンが説明する必要ないんですね。その前の段階でもうすでに宇宙はほぼ真っ平らになっちゃってる。だからビッグバンに残ってた謎はビッグバン以前に解けてしまっているという。ここは非常に今分かりやすかったです。ありがとうございます。あ、でですね、こっから行って、あ、で、はい、ごめんなさい。再びその、はい、あ、今インフレーションのことが分かったというところで、で、この真空エネルギーというのは、じゃ実際にいくつぐらいなんでしょうっていう、どれぐらいの大きさを持ってるんでしょうっていう話になってくるかと思うんですけど、この値がどのぐらいになるのが自然かっていうふうにやってみる、計算してみると、実は重力の強さから大体評価できまして、どのぐらいが自然かと、こうじゃなきゃいけないという値じゃないんですけど、どのぐらいが自然かというと、実は現在の宇宙も真空エネルギーがあるんですよ。インフレーションの時にもこうかさ上げがあって、はい、あってこう、そうですね。で、この一番下、ゼロっぽく見えますけど、うんうん、ほんのちょっと持ち上がってるんですよ。うんうん、それが今 の真空エネルギーなんですけど、ノーライズ取った発見が、まあ後にもちょっとやるかもしれない、98の、うん、発見があって、そこがちょっと上がってるんですよ。で、それはないですね、うん。そうです。それも真空エネルギーなんです。だから真空エネルギー実はあるんですね、僕らの宇宙にも今。で、その値より120大きい値が自然ですよ。うんうんうん、ちょっとなんかミスマッチなんですね。だから理論物理学をナイーブに信じちゃうと、その、もっと大きいはずだと。エネルギーの値っていうの、エネルギー密度なんですけど、正確に。エネルギー密度の値120桁
でっかいのが自然なんだけど、まあ、でかくないですから いう問題が実はあるって言われたんですね。これ、当時は、あまりにこの理論値と違う、理論値というか計算値と違うので、もう本当はゼロなんじゃないかって大体思われていたっていうのが、その98年の発そうで見す前ね。なのかしらと。そうですね。自然な値って、例えば自然な値ってどういうことかっていうと、例えばこう、こう、10センチの的があって、その中心に的があったとして、ランダムにダーツを投げて、その中心の点からの距離はいくつですかって言った時には、だいたい1センチとか、0.1センチとか、1センチとか、まあ、メートルの単位になるんですよね。で、それか、なんかメカニズムがあれば、ドーンとど真ん中に打ち込む。ことを、まあ、ゼロにできることはできるかもしれないけど、こう、たまたまランダムに打ったものが0.00001センチとかいうのは、もう確率相当低いんですよ。ランダムに打った場合。だから、もう、なんかメカニズムがあるとしか考えられないけど、120桁小さいですからね。なんかメカニズムがあって、ぴったりとゼロにしてるんだろうと。で、そういうメカニズムをみんな探して見つからなかったんですけど、それでももう、自然な値より小さいから、多分僕らメカニズム知らないだけで、ゼロって特別に見えるから おそらくだろうと。で、まあ、メカニズムは見つからないけど、みんなゼロなんだろうと思ってたんですね。で、これで、あれですね、先ほどおっしゃってた98年の発見というのが、加速膨張しているということが発見されて、で、これがすなわち、その非常に小さいんだけれど、ゼロではない真空エネルギーの値が観測されてしまったっていうところ。そうなんですよ。だから、あと、もう、まあ、インフレーションみたいなのが起こったのは分かってて、その間、実質上、真空エネルギーがせいだった状態はあるっていうのは知ってた、ね。インフレーションみんな。インフレーション理論って、まあ、80年、70年代後半から80年代前半の理論なので、インフレーションみたいなのが起こって、それが終わったと。で、だけど、終わった先は、ものすごい小さいから、まあ、ゼロだろうと思ってたんですけど、実は僕らの地球にも真空かさ上げがあって、ものすごい小さいかさ上げなんですよ。その自然な値より120桁小さい、120分の1ですよ。120桁小桁ですもんね。10のさい。実120は、乗。そうなんです。大体みんな120分の1ぐらいかなと思っちゃうんですけど。0.00で120個0.01なので、彼らは、実はこの真空のエネルギーを探す実験を観測をしてたわけじゃないんですね。で、っていうのは、真空のエネルギーはさっき言ったように、正だと加速膨張するって言ったんですけど、普通は宇宙の膨張っていうのは減速するはずなんです。普通、物質しかなければ、それがダークマターだろうと何だろうと、ダークマターっていうのは今正体分かってない物質ですけど、物質は物質なので、物質っていうのは万有引力だから、必ずこう物は引き合うので、膨張してたら減速するはずなんです。物がいっぱいあればもっと減速する。で、正体は潰れてしまう。で、物がちょっとしかなければって思って、彼らはどのぐらい減速してるかを測る、そのパラメータを測ろうとしてですね、減速の大きさというか。そしたら、その値が負になったんですね。だから物質しかなければ絶対加速するはずないので、で、これ実験出た時、観測結果出た時、僕大学院生だったんで、東京にいたんですけど、みんな信じない人多かったですよね。発表した時に、これ、観測のミステイクもあり得る。いろんな解釈が実は真空エネルギーじゃなくて別の要因でそう見えるだけなんだとかいうこといろいろあり得るので、もうそういうのはどんどん一つ潰していかなきゃいけないから、そう思ったこと自体は全然正しいんですけど、あんまり信じなかった人は信じなかったですね、最初。それぐらで、いやっ徐ぱ々にいり、ろんな人がいろいろやっていっても、どうもそうらしいっていうのがあって、これあれですね、ノーベル賞が送られたのが2011年なんですけど、やっぱりその間にみんながどうも本当にそうらしいっていうふうに変わっていったっていう感じなんですそうですね。最初はこの実験が逆に、例えばこう、加速しているのはどうやって見るかっていうと、宇宙、遠くを見るってことは昔を見ることと一緒なので、して昔を見て、どんどん昔を見ていったら、その頃の膨張速度がどのぐらいか。で、それを評価しながら、宇宙の膨張の歴史みたいのを書くと加速してるってことになるんですけど、その距離を例えば測ったりするときに、途中に塵とかがあったら、明るさを間違えてエスティメーションしちゃいますよ。そういう効果で間違えちゃうと、間違えた結果の可能性あるわけです。だから、僕らが思っているより実は塵が多かったんじゃないか、なんとかね、いろいろ言うわけです。で、それをどんどん潰していって、いや、どうも。でもない。そこにも間違いはない。そこにも間違いはないって言ってて、だんだん確立し始めた後に、実は、この人たちがやったのは、その超新星、遠くの超新星を見るっていう実験をしたんですけど、全然別のところからも、真空のエネルギー密度に制限っていうか、測れるような実験が出てきまして、それも、やっぱり真空のエネルギー密度はあると。で、それ全部が変わった、集まってきたので、実験自体のせい、
事件自体 の, ミステイクの可能性が減ったのもあるし、他の実験がその、しかも全然違うタイプの実験が、そのやっぱり同じことを見たって、だんだん明らかになってきたんですけど、でも最初は結構大変だったみたいです。僕が大学院を卒業したの2000年なんですけど、2000年の後、カリフォルニア大のバークリーに最初来たんですね。その後、行って行ったんですけど。で、その、コルソール・パルムター、一番左の おじさんが、同僚なんですけど。同じくカリフォルニア大学の。そうです、そうです。で実は一番右の人はその時カリフォルニア大の ポスドクで。あ、そうなんです。アダム・ディースだったんです。そうです。僕と同じポジションにいたんですけど。もうだから違う2つの実験が同じ大学にあったので、まあ、どんなテンションがあったか想像に立たない感じなんですけど、きっと同時にだから2つのグループを発表したんですね。で、ソールパラムターはもういくらチェックしても負になるので、でも頑張って、もう どうしても負になるからって言っても、非常にチェックした後にこう出したんですね。そのほぼ同時期に別のグループも出したんですよ。だから、もうもっと先に出してれば、同時じゃなくて一人目できたになるんじゃないかっていうことを聞いてどう思いましたと言ったら、逆だったみたいですよ、やっぱり。ほっとしたと。ほっとした。なかったのだから、そのぐらい、本当なのかと。こんなの出していいのかと。ね、出してみたら、ほぼ同時に別のグループも出して、ほっとしたって言ってました。なんか、よくわかりましたね。その時本当そうだったんだろうなと思って。それはこの。あれですね、本当、常識を覆すというか、そういう場面だったんですね。そうだと思います。ほっとしたですからね。普通はチクシをもっちゃ早くやってる、俺一人のものにという風な人だってね、多くない少なくないと思うんですけどね。まあ、あと彼は非常に人柄がいいので、まあ、そういうのもあるかもしれないですけど。いや、すごいですね。ものすごいドラマチックですね。すごい話を聞きました。ありがとうございます。で、まあ、とにかくだから真空エネルギーはゼロではなかったっていうことが、まあ、今ではすっかり受け入れられている、受け入れられているというか、正しい。受け入れられてますね。はい。でですね、ここで、ちょっとここの始まりのところですね、インフレーションからビッグバンのところを少し、ごめんなさい、これはですね、ですね、この真空エネルギー、アインシュタイン方程式でも入れられる、ここが小さいけどゼロではないということが今分かっていると、はい、いう感じで。はい。そうです。はい。で、これですね、真空エネルギーと物質のエネルギーが、どうなっているかっていうところ、さっき物質ばっかりだったら絶対収縮するはずだっていうお話もあったんですけれども、今現在収縮というか膨張が遅くなるはず。失礼。収縮する必要はないですね。膨張しているのが遅くなって、どんどんゆっくり膨張するっていうこともあります。そうかごめんなさい。収縮する減速するですね。で、それが物質のエネルギーと真空エネルギーとかどんな風になっているのが私たちの宇宙かっていうところですかね。はい。で。今だと、これどうお願いしたいですかね。真空のエネルギー密度っていうのはずっと一定だと。そうですね。ちょうど物質のエネルギー密度の半分ぐらいなんですね。よく言わもちろん言うと7対3ぐらいなんですけど、まあ大体半分ぐらいなんです。で、とか、面白いというか変なのは、真空のエネルギー密度っていうのはずっと時間が経っても一定なんですね。なぜなら真空は物質何もない状態なので、こっち近くですけど、何もない状態なので、空間が膨張しても真空は同じ真空に見えるから、ずっとエネルギー密度が、密度ですね。密度、そう、この体積あたりのエネルギー、真空はもう膨張しようが全く同じ真空で、ずっと真空なので、エネルギー密度は変わらない。一方で物質のエネルギー密度ですね、例えばこう銀河があって、その銀河の質量を全部足して体積で割るっていうようなことだと、宇宙が膨張しちゃうと銀河の距離どんどん離れていっちゃうので、密度は減っていくんです。密度っていうのは割る体積なので、どんどんでかくなっていっちゃうと、密度減っていくんです。だから、物質エネルギー密度っていうのは、時間が経つと、ダーンと落ちていくんですね。ものすごい距離落ちていく。で、宇宙って今、大体、現在の宇宙は、宇宙137億歳ってことは、まあ、137億光年とか、まあ、そのぐらい、大体そんなものだと、オーダーとしてそんなものだと思えばいいけど、宇宙、それに対応する宇宙は、例えばインフレーションの時とか、そのずっと前の、インフレーション直後とかは、ものすごい小さかったので、物質エネルギー密度って何十桁もでかかったんですよ。それがダーってこう膨張でいくわけですね。で、宇宙が誕生して1年後、10年後とダーッと減っていって、一方で真空のエネルギーはずーっと一定で、それがなんかぴったり、今ぴったりになって、全く同じじゃないですけど、同じぐらいのサイズになったところに人間がいて観測して、だから見つけられるんですね。人間も前にいたら見つけられ
ないです。真空のエネルギーが物質のエネルギーの半分ぐらい、半分、2倍ぐらい、逆ですね。真空のエネルギーが大きいんですけど、今。2倍ぐらいあったから観測で見つかったわけで、0.00000001 だったら、やっぱり観測で見つかるわけないんですよ。で、昔はそうだったんですね。物質のエネルギー。もっと物質のエネルギーが大きくて。そうです、そうです。それがどんどん薄まってきて、やっと今同じぐらいのサイズになって、逆に言うと、将来は逆で、物質なんてほとんどなくなる宇宙になるわけなんですね。で、こんな2つのエネルギー密度がぴったり、2つしかない、なんかエネルギー密度が1億個とか、1億種類あればいいですけど、たまたまこの、となったの。二つが三つしかないんですよ。こうまあ、ある意味二つしかないんですね。で、その二つがバキッと同じぐらいになってるところに、たまたま人間が生きてるんですよ。で、これすごく不思議なことで、なぜなら、この真空エネルギーを小さくする理論的なメカニズムがあったと昔思ってたんですね。で、メカニズムあってゼロにしようと思って、だからゼロじゃなかった時点でちょっとその憶測というか、その、連れてどうしていけばいいんですけど、もしあったとしたらすごいことが起こっていて、そのビッグバンが始まった直後ぐらいには真空のエネルギーがむちゃくちゃ小さかったんですよ、何十桁分の1ぐらいしかないエネルギー、真空のエネルギーをちょうど137億年経って生命体が出てきて宇宙が観測するときにちゃんと見つけてあげられるように、あらかじめ宇宙が始まって1秒後とか 0.1 秒後とか、それこそインフレーション10の何十兆秒後に誰かがピタリにやらないとこれ起こらないんですよ、考えると。だからこれが衝撃だったんです、実は理論的には。確かに、ある一つの量が見つかりましたっていうよりはものすごいインパクトが、なんか決定的に考え方間違ってるんじゃないかと、のが面白いところだったんですね。逆にだからみんなすぐに受け入れられなかった。それくらいやっぱりこうドラスティックな変化だったんですね。そうだと思う。そうだと思います。まあ僕はまだ若輩でしたけど、まあ今でも若輩ですけど、まあ若輩だったんで。私ちなみにちょっと今この真空エネルギーのところすごい面白いんですけど、ちょっと一点お聞きしたいんですけど、これはね、はい、私動画でもよくいただく質問なんですけど、この物質のエネルギー、はい、まあ、すごい高かったわけですよね、密度、はい、宇宙の初期には、はい、こう今あるこの銀河とかが全部こうギュッと集まってたわけですよね。そうですね、宇宙の初期、はい、でそんなにその物質のエネルギー密度が大きくってこうギュッとなってるんだったら、ここブラックホールになっちゃわないんですかっていうのを聞かれるんですけども。そうですね、それすごくいい質問なんですけど、その全体に実はその僕らが言うエネルギー密度じゃなくて、その比較なんですね。例えば銀河の中心に今ブラックホールがあるって言うんですけど、そこの密度って実はそんなに高くないんですよ。そんなに高くはないんです。例えば星の中心とか、だけどその大きい領域を見ると非常に質量があるように見えて、その空間のサイズとその中に入っている質量との兼ね合いなんですね。これ全体の密度が高くなっていっても、その兼ね合いで、物の影響の方が勝つほど、実は密度高いってわけじゃないんですね。なぜかというと、そうですね。これ、なかなかいい質問で、式だったらすぐ答えられるんですけど。そうですよね。申し訳ないです。なんかあれか。いや、そんなことないです。式で答えられて、言葉で答えられないっていうのはちょっと分かってないってことなので。ちょっと今、ちょっと焦ってるんですけど。そうですね、これ正確じゃないですけど、あと物が一様にあると、ブラックホールという感じではないっていうのもあるんですけど、答えになってないですね。それすごいいい質問なんですけど、実はそのブラックホールができるその式位置みたいのには達してないんですね。しかもこの平らだった場合には、ただこの密度がすごく揺らぐと、例えば密度が極端な話全部一定だとしますよね。どこも全部一定だとすると、その中にある点は全ての方向から同じだけ引っ張られるから、あ、はい、あんま感じないんですね、うんうんうん、でもだから揺らいでみると、もちろんここは重力、周りより密度が高いっていうので今ブラックホールになるんです、まあ、そういう効果もいろんな効果がならないんですよ。非常に、でも今の分かりやすかったです、ありがとうございます、この一様だということだけではないんですけどね、まあでも、ありがとう。あれ、そう、それで今、書いてるかな。なんか、あれですね、この宇宙の始まりというか、最初のこのインフレーションっていうのは、その物質もなくて、熱もなくて、空間のエネルギーだけでこうバッと広がった後に、ね、熱に変わって、粒子が生まれるようになってっていう
で、ここからでも、ずっと膨張し続けているっていうのは、真空のエネルギー密度がゼロにはなってないからと、それ惰性で。あ、違います。それは真空のエネルギー密度はゼロだと昔の人は思ってたぐらいで、ゼロでも同じことが起こるわけです。うん、ビッグバンが、ビッグバン宇宙で膨張するために真空のエネルギー密度がもし必要なんだったら、昔の人だって真空エネルギー密度があると思って、ビッグバン理論自体はもう50年代、60年代。うんうんうんしてきてたので、それではなくて、インフレーションはもう加速的にボーンと膨張していると。で、そのエネルギー密度が、物質のエネルギーに変わったときに、まあ、言ってみれば、速度はそのまま。で、加速膨張が減速膨張に切り替わったみたいな感じ。ものすごいスピードで膨張しているので、で、その減速に切り替わったところですぐには収縮になったり止まる。だから、その名残りで今膨張しているのも。みたいな感じで。そうです、そうです。インフレーションでブワーン膨張していって、それ加速していって、うん、で、それをもうする力が消えちゃって、減速になって、今減速しつつ膨張して、うん、それがどれだけ減速してるかを測ろうと彼らが思ったら、実はまた加速に転じてたという、この、うんうんうん、これがなんか、あれですか、この図で示されるところの、この辺から加速膨張。そうなんです。あ、多分この図もそれ書いてる、インフレーションのところでこういうカーブになって、うんうん、ビッグバンになるとこういうカーブになって、うんうんうん多分これは加速膨張のことを書いてるのかもしれない。おお、ありがとうございます。で、ごめんなさい、さっきの真空エネルギーのお話に戻るんですけども、ここがあまりにもちょうど良すぎるっていうお話。え、うん、ここに真空エネルギーのあたりがちょうど良すぎるっていうのが、まあ、大きな謎としてまた現れたという感じかなと思っております。そうですね。で、ですね、この絵を説明するのに、このマルチバース宇宙論という今日の本題なんですけれども、ここに入っていくという感じの流れで。はい、OK でしょうか。はい。はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。はい。はい。